ちょっとスタートしてるのを確認して。はい、入りました。入りました。はい、では、本日の初めの一歩ライブ、よろしくお願いします。はい。はい、お願いします。はい。今日5月2日ですね、うん。はい。そう、ゴールデンウィークだなだかですよね。うん。なんか今、Facebook、今日初めて開けたんですけど、はい、新しくなってますね。インターフェースが。あ、そうですよね。はい、昨日からじゃなかったのかな？あ、そうなんですか。あ、わかんない。Facebook見てなかったんで。ハグとかできるようになったり。今、いいねボタンとハートとなんかだったでしょ？そこにハグをするっていうアイコンが入って。あ、そうなんですね。うん。でも、どうなるとね、男性使いにくいかな。どうなんだろう。うん。そうですね。はい。これ、初めの一歩ライブの説明いなくて大丈夫ですか？入ってないですけど。あ、今日入ってないんですか？はい。あ、ちょっと待ってください。もう今入れられないかな、多分。うん、今入れられないの？まあ、ちょっとね、ないとないからね。途中で入れるとかいう。あ、コメント欄。うん。あ、これってじゃあ、コメント欄に入れますか？うん。設定してると思いきや、そこは毎回入れなきゃいけないんですね。そうなんだ。うん。うん、じゃあコメント欄に今入れますね。はい、お願いします。はい。一応、はじめの一歩ライブとはっていう説明が。そうですよね。はい、うん。今日から見てくださる方とかね。はい。うん。まあ、簡単に言いますと、はじめの一歩出そうっていう、世界的ベストセラーがあるんですけれども、それの内容をネタに雑談しようっていうですね、ゆるいライブに行ってます。ゆるいですね。はい。はい、毎回。じゃあ、今日は今、うん、4時40分ぐらいなんで、5時ぐらい前ですかね、今日は。はい。はい。そうですね。今日回線大丈夫そうですね。あ、もうすでにちょっと今、おかしかった回線が。ネット回線大丈夫ですかね。安定してるかな。ちょっと悪いですね。はい。ですよね。じゃあちょっと、大丈夫です。うん。やっちゃいますか、はい。はい。では、今日の。じゃあ今日坂本さんから何かありますか。今日の出来事だったっけ、何だったかな。はい。今日の出来事。今日の出来事。うん。今日の出来事。はい、で、そうですね。ね、どれがいいかな。今日ね、たくさんあったんですよ。なんか。あ、そうですか。いろんな、まあ、情報は常に、いい情報にはアクセスしようと思ってるんですけど、まあ、午前中に、はい、今日はね、いっぱい面白いトピックがあってね、じゃあ、清水さんに選んでもらおう。ですね。はい。はい、じゃあ、面白い、まあ、今だからこその対策をしている事例と、はい。うん、でもこれ前回もね、あったんで、あとは、リーダーが会議で、うん、やらない三つのこと、みたいな感じと。なるほど。うん。あとは、もう一個は、まあ、モデリングみたいな感じの話かな。まあ、リーダーのやつがいいんじゃないですかね。リーダーね、やっぱりリーダー今ね、来てますね。だ結局今、テレワークの人たちは、リモート会議になるから、うん、それで、どういう立ち振る舞いをすればいいかっていうことですよね。そう。私もね、そういうのがあったんで、多分目がね、そこに止まったと思うんですけど。うん、なるほど。そう。じゃあ、それをお願いします。で、はい。ちょっとお待ちくださいね。はい。じゃあ、リーダーがね、まあ、実際の、会議が今、清水さんが言うようにリモートになって、はい。まあ、こういう感じでね、つながるのがもう当たり前っていう風になっているんですけど、そこで、うん、まあ、リーダーがまあ、できるリーダーがやらないことみたいな感じなのかな。なんか、まあ、やってはいけない。もちろんやってはいけないし、うん。まあ、そういう、こう、心地よく、まあ、ちゃんと会議が機能してるっていう時に、そういうリーダーはやってませんよっていうことがですね、はい。すごくシンプルなんですけど。はい。うん。はい。ね、ニックネームで、呼び合ってるっていうね。うん。でもこれね、パッと見たときは、いや、ニックネームダメでしょと思ったんですよ。はい、はい、はい。
なんですけど、今こういう時期だからこそ、その、うん、まあ、上の名前で固く呼ぶっていうよりも、ちょっとだけマイルドな感じ、ソフトに、距離感を近くするために、行き過ぎないニックネームで呼び合うっていう。うん、あ、それやった方がいいってことね。うん、そう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 。うん、そう。なるほどね、うん。うん。で、それをやって、あ、やってるというか、はい、やってはいけないことに置き換えると、うん、行き過ぎたニックネームでは呼び合わない。呼ばない。ああ、なるほど。うん。っていうのがやってはいけないっていうね。あ、それに統一するんですね。はい。うん。うん。そう。なので、まあ、距離感を近づけるために、世界中でやりがちな感じなんです。うん。うん、なるほど。なんですけど、行き過ぎたニックネームはダメだよ、みたいな。ちなみにどういうのかな？なんだろう。どんなのか。行き過ぎたニックネーム？まあまあ、社内なんで、なんとかちゃんみたいなのはダメだってことですね。ああ、そうですね。確かに。親しみを持って言ってくれてるんだけど、それはやらないっていう、うん、その、セットをちゃんと、みたいなね、はいはい。なるほど。はい。うん。ですね。まあ、これは、私と清水さんも、そこにね、当てはまるというか、これきちんとやれてるなと思って、ちょっと安心したんですけどね。はい、まあ、そうですね。うん、世界と繋がるときは、はい、もちろん私も直樹、直樹って言って、下の名前で呼び捨てをするっていうのが普通なんですけど、はい、こうやってね、ちゃんと国内で二人で話すときとか、日本のね、うん、メンバーと話すときって、ちゃんと清水さんとかいうふうに、ん。そうですね。確かに。そういうのはちょっとない、はい、ないなって、ちゃんとこう切り替えていくっていうね。なるほど。はい、近いからこそ、ちゃんと接続を。なるほど。でもう一つはちょっとね、早足で言わないと10分過ぎちゃう。はい、まあ、誰かを責める非難ゲームっていうね、ちょっとネーミングをしたんですけど、うん、非難するゲームっていうのをやらないっていう。うん。うん。なんかね、やっぱり、ちょっとストレスお互い溜まってるじゃないですか。まあ、リモートとか、うん。はい。うん、ので、なんかこう原因をね、やっぱり人にした方が楽だっていうのもあるので、うん。はい。そのまあ、そういうゲームを、繰り広げない。誰かを悪くしないっていうね。うん。これも当たり前のことなんですけど、ちょっとね、忘れがち。まあ今でもね、みんなあれですよね、ストレス溜まってるかもしれないですけど、うん、ネットで犯人探しがすごいですよね、ネット見ると。そうなんですよ、はい。うん。なので、まあソーシャルの場もそうなんですけれども、うん、それを、まあ、社内にも、社内会議にも持ち込まないみたいなね。はい。それはやらない。できるリーダーはやらない。はい。はい、それから、あと一つくらい紹介しようかな、二つ。なんか、会議の方向性が、ちょっと、まあ、雲行きが怪しいなっていう流れになったときに、それを、早く、なんていうかな、英語辞書と呼んでるからあれなんだけど、シャットダウンするっていう。流れをすぐ変える、切り替える力がある。なるほど。なるほど。うん。うん。なんで、すぐこう、リセットできる。うん。ファシリテーション能力は、やっぱりないと、うん、最近はダメって言われますよね、その、リーダーも。特にこのオンラインの会議になってから、うん、ね、同じ部屋の中にいないので、うん、ちょっとこう空気をね、読んでねっていうのも、身振り手振りが、はい、うん、全身がね、見えないので、うん、そう、できてたことが、うん、できないと思うんですよ。うんうん、なるほど。なので、まあ、やってはいけないのを置き換えると、そういう流れに乗らない。なるほどね。悪い人に乗らない。ね。なるほど。うん。そう。それからもう一つは、常にね、言葉遣いなんですけど、うん。なんかこう、やっぱりリーダーだから、その輪の中から、こう、一歩下がって全体を見ているというつもりになってしまう、そうでないといけないんですけど、そういう視点もないといけないんですけど、やっぱりこれがオンラインなので、うん、そういう視点があまりにも強すぎる。うん。なんか、外側から、輪の外側からなんか物を言ってるように感じる。ああ、確かにね。はい。で、やっぱり平面じゃないですか、どうしてもね、オンラインで。はいはい。うん。なので、こう、自分が一個下がってるようなこの立ち位置になってしまいがち。うん。うん、なので、それをやらないっていうことですね。自分を、中に、その輪の中にちゃんと入ってる。うん、いうつもり、画面の中に入ってるというつもりで物を言うっていうね、うん。なるほど。外野にならないってことですね。はい、そうそうそう。そうなんです。はい。
確かに。なので、うん、外野にならないっていうのが、はい、やらないこと。うん。うん。ね、すごくね、シンプルなんですけど、うん。まあ、ね、なんか、確かに。うん。うん。なんですけど、こう、忘れがちなんですよ。なんで、ちょっと世界の、うん。うん、なんかこう。それ、海外の記事ですか？そう、海外の記事で、ちょっとどこのだったかちょっと覚えてないですけど、パーッとあったから見てて、うん。タイムだったな、どうだったか。うん、昨日、ちょっと、まあ、それに関わるのかわかんないですけど、オンライン飲み会やってて、うん、夜。ああ、はい、オンライン飲み会、はい。で、それでその参加者の一人が、まあ、昨日は3人だけあったんですけど、そのうちの一人が、うん、前、以前やったオンライン飲み会が30人ぐらいいたらしいんですよね。うん。30人ぐらい行ったら、一言も喋らず終わったって言ってましたね。なんか。え、あ、そっかそっか。飲み会なのに。そうですよね。はい。だから、日本の会議って結構日本、まあ、それはオンライン飲み会の話ですけど、会議って人数多いじゃないですか、日本の会議って結構。うん。うん。うん、だそれの感覚でなんかオンラインでやっちゃうと、ますます誰も発言しない人が増えるなっていうふうに思ったんですよ。そうですよね。うん、あの、全体で繋がりたいがゆえに、うん、こう、ルームを分けなかったら、うん、ね、あの、発言する時間もないし、ね、まあ、積極的じゃない人はほぼ発言を。うん、そう。なるね。うんうん、そうそう。今の清水さんから思いついたのが、もう一個重要な記事があって、あの、はい、オンライン教育にとって、はい、やっぱり日本ってすごく遅れてるので、うん、あの、そういう発言をやっぱ子供たちに振り当てれないというか、うん、同じことが起きてみたいですね。同じ授業に参加しても。なるほどね。うん。全く発言できない。で、これって今後の日本の教育とかにもすごく重要なんですけど、うん、世界レベルの子たちとこうね、ミックスしたときに、うん。こっち部屋にオンラインでいることが増えてくると思うんですよね。そこがやれる時代になってきたので。でそういう時に、あの、アジアの人って、どうしても発言のパワーが弱いので。うん。うん。積極的に発言。そうですよね。うん。ますますオンラインだっていう、まあ。確かに。先生も、あれですよね。今まで、まあ僕の先生がそうだったかも、そうだっただけかもしれないですけど、うん、黒板にずっと書いて喋ってるだけっていうね。一方通行の授業はね、うん、もう、成り立たないですよね。うん、うん。なので、その力というか、その先生側ですよね。ファシリテーターがそこを配慮しないといけないっていうことで、うん、あの、海外ってその辺がね、やっぱりもうオンライン教育って何十年っていう歴史があるので、うん。もう、あの、ちゃんとね、ファシリテートできる。確かに。うん。なるほどね。うん。そこは、私たちの会議にも、あの、どんどん活かしていかなきゃいけないなと思いますね。うん。なるほど。うん。これでした。はい。はい。では。じゃあ僕ですか、次は。はい。はい、僕は今日はですね、はい、まあちょっと比較的のんびりしたんですけど、はい。来週から、あの、オンラインサロンの方で、うん、あの、はじめの一歩を生み出そうの、うん、ちょっと解説動画を配信していこうかなと思ってるんですけど、うん、まあそれにあたってちょっと、事例をね、あの、整理してたんですけど、うん、で、改めて、この初めの一歩を皆そうの概念を使って、大成功してる会社、海外のところを見てたんですけど、うん、まあ、これあの、ブログとかでもたまに紹介してるんですけど、一個、最近またすごい伸びてる会社があって、ちょっとそれを紹介したいなと。お、新しい事例なんで。まあ、坂本さんは知ってると思うんですけどね。まあ、初めての方は知らないと思うんですけど。はい、はい、はい、うん。ちょっとね、画面をシェアしようかなと思って。おぉ、シェアしてもらう、はい。うん。これってシェアできるんだよね。これいいか。うん、できると思います。今出てます？画面。あ、ちょっと待ってね。多分これしたときにこうした方がいいのかな。え？Facebook。あ、ちょっと待ってください。はい。はい。あ、できてます。出てます？うん。この、スポーツイブランドって書いてますね。はいはい、スポーツ、スポーツ用品？これどこに？違うんですよね。
何ですかこれ。多分この画面見て、この業種だって分かる人ほとんどいないと思うんですけど。へ、う、ぇ、ん、私、この印とかな、車まあ、車に関連しますね。イベント会社。まあ、ちょっと違うですね。違う。あ、車出てる、車。まあ、ここね、もともとあれですよ、ゴミ収集の会社。あそこか。ですね。はい。はぁ。で、まあ、最初はちょっと違う社名だったんですけど、今、名前変わって、この、O2E。そうですね。1100、なんとか1500とかなんか。そうです、これ。1800ことジャンクっていう。ジャンク。うんうん。はい。あ、そこが、この会社。出てるんだ。はい。この会社もともと、このね、人が、ファウンダーなんですけど、うん、ブライアンさんが。はい。もともと、大学時代にこの人が7万円で、うん、あの中古のトラックを買って、うんうん、で、ゴミ収集を始めて、スタートした会社なんですよね。はい。そうですよね。はい。それで、うんうん、今、その後、年商が、今、300億円弱っていうふうに言われてる、ね。300億円。はい。で、この人がなんでそこまで成功できたかっていう理由が、うん、まあ、この初めの一歩、そう読んで、まあ、その仕組み化っていう概念であって、うん、そこから伸びたっていうことなんですよね、はい。なるほど。はい。で、この人がこの中古のトラック買って、うん、あの、自分でゴミ収集してる間に、うん、あの、このままやっててもなんか先がないなっていうことで、あの、うん、いろいろ探してて、でそれで、はい。はい。それで、はじめの一歩目に、ボスの出そうに出会って、うんうん、あ、この通りにやろうってなって、うんうん、で、そこから大成功し始めたんですけど、うん、でですね、で、最初そのゴミ収集やってたんですよね。はい。で、僕らがガーバーに出会った時って、うん、確かね、僕の記憶だとまだ100億円ぐらいだったんですよ、売り上げが。うん。なので、この10年だけど、またそこから、3倍ぐらいになって300になったってことですよね。はい。はい。で、なんでまたそれができたかっていうのが面白くて、うんうん、要は最初このゴミ収集の会社から始めたんですけど、うん、要はこのトラックを使ってこう街中走ってって、うん、お客さんとこ行ってゴミ回収してくるっていう、その流れを要は仕組み化したんですよね。はい、はい。で、そしたら、うん、これ別のビジネスもできるんじゃないかと、うん、いうことになって、例えば、これもう一個やってるのが、このペインティング、うん、外壁塗装、はい。うんうんうん。の塗装も、別ブランドでやり始めたんですよ。うん。でも同じなんですよ、やってることが。トラックを買って、それを。ね、同じネットワークでできるし。そう、街中にこう走らして、うん。そうですよね。感じで。はい。同じ仕組みでできるので、それやり始めて。はい、うんうんうん。で、それまずやって、あとこっちの、シャック社員っていう、これ多分、窓拭きかなんかだと思うんですけど、清掃かなんかだと思うんですけど、家のですね。うん、で、このブランドをまた始めて、で、これまた伸びてっていう感じで、要はこの、ゴミ収集でやってた仕組みを、全部この別のブランドに転化していった、うん、が3倍になったっていう。ね、あ、まあ、3つ始めたら3倍になりますよね。そう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 。単純計算で。はい。だこれがいつもガーバが言ってる、要は、プロトタイプ作って複製しようっていう。うん、そのままやってって成功してるっていう。なるほどね、はい。これがね、うんはい、ちょっと最新情報を調べようと思って、うんうん、ホームページとか見てたら、うん、すごい成功してるなと思ってですね、はい。3倍になったんですね、10年前。そうですよね、10年前ぐらいにガーバーから、うん、教えてもらって、この会社あるよみたいなね。はい。うん、そうで、そっから3倍か。だから今ここ、ゴミ収集に関しては、北米で最大、あ、ゴミじゃないや、世界最大のゴミ収集会社やってる。まあ、フランチャイズなんですよね。はい、そうですよね。これは仕組み化してるんで、誰でもがオーナーになれる、はい、トラックと、まあ全部パッケージでしょうけど、はい。ね、多分、そんなに、確かスタートするときも、そんなにコストかかんないんですよね。うん、車1台、はい分ぐらいあったら。そうそうそう。はい。そうですよね。誰でもオーナーになれるっていう。うん、まあ、お店構える必要はないですからね。そうですね。トラックでできる、はい。で、ゴミ回収したときに、そのネットワークができていくので、そうそうそうあとはその外壁もまたね。そうそう。ついでに外壁もどうですかみたいな。ついでにね。あ、なんか壁ね、どうですかみたいな感じで。そうそうそう。
で結構アメリカとか、まあ、この会社はカナダなんですけど、うん、北米って、ね、やっぱ家のメンテナンスにお金使うじゃないですか、日本人よりか。そのマーケットで今、すごい伸びてるっていうことですね。やっぱりその土地の価値観っていうのもよく見てますね。うん、そうですね。ね、そういうところにコストかけるんだとか、そういうところにちゃんとね、うん、あの、価値を感じてるんだっていうところですね。うん、はい。なるほど。っていうのを今日はちょっと調べてたんですね。はい。あ、じゃあまたね、詳しく分析したもの、はい、した結果はサロンで。サロンで。はい。はい、そうですね。はい。それはね、そのくらいちょっと特典がないとね。はい。そうそうそう。いう感じですかね、今日は。はい。ですね。なんかすごい雑音入ってますけど、これ。どっちか。え、今ですか？はい。ザー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 。音は綺麗、綺麗に聞こえてますけど。あ、本当ですか？うん。僕だけかな。回線が、うん。混み合ってるんでしょうね。はい。うん。はい。では、はい、まあ、ちょうど、あ、ちょうどじゃないか、あと数分。はい。まあ、でも20分ぐらいですね、今。はい。うん。スタートして20分経ちました。そうですね。はい。お天気ってどうですか、そちら。まあ、快晴ではないですけど、青空。青空。なんか、うん、ちょっと曇ってますね、今日でも。うん。うん。あとなんか、すごい。すごい、なんか、霧がかかった感じになってますね。霧がかかってる。うん。もやってる感じ。うん。なんかね、どこからアクセスしてますみたいなコメントいただけるとね、なんか。あ、そうですね。あ、雑音入ってますってコメントくださってます。ありがとうございます。じゃあ、すみません。雑音入ってるんですね。これなんだろうな。うん。どっちだろう。なんでしょうね。うん。坂本さん、マイクミュートにしてみて。はい？あ、私がミュート。マイクミュートにしてみて。うん、あ、消えた。雑音が。はい。私。はい。多分。何ですかね。回線はね、いいんですけどね。マイクだからね、多分。マイクの接触が悪いとか。接触はどこ、はいマイク、別マイク用意しないといけないから。すみません。なんか、うん。あ、消えました。あ、消えました。私がミュートにしてからかしら。あ、一瞬そう。一瞬ミュートにしてから消えたと思うんですよ。すみません。ど、はい、うだろう、はい、ちょっとなんか回線見てきます、マイク。はい、今、PC がね、古いタイプの方を使ってるからかな。なんか、みんな家族お家いるじゃないですか。パソコンの取り合いというか。はい。一人ね、あの、一台あるんですけど、あるんですけど、やっぱりいい機種からちょっと貸してみたいな感じで貸し出されるんですよ。もう。これスマホでできないんですね、このツールは。このツールはね、はい。うん。できないんだ。そう、スマホではね、あの、細やかなことができないんです。細やかなことやってないんですけど、まだ。なるほどね。けど、マナーが出せなかったりとかね。あるんで、ね。なるほど。うん。そう。あ、ね、そしたら、で、はい、なんだろう、はい、1分ぐらいで、ここで何かこういうことについて話してほしいみたいなことがあったらコメントいただけると、ね、うん、はい、嬉しいです。なんかこう、私たちね、毎日の自分たちの、はい、まあ、トピックというか、目に留まったことばっかり話してるんですけど、うん、こういうことについても話してよ、みたいな、はい、ね、ことがあれば、ちょっと調べてみたり、そうですね。目が止まったりするので、例えば何々業界とか、はい。うん、ね、美容業界とかね、なんか、うん、何かあれば、うん。そうですね。まあ、はじめの一歩のそうのいいところは、どの業界でも使える鉄則が書いてあるっていうことなんで、ね、うん、そうなんですよ。ありとあらゆる業界の知恵がありますね、うん。で、この間ね、清水さん話してた、バーティカルの、はい、業界特化版、はい、業界を特化したっていうのもマイクリガーバーが出しているので、はい、なんかその中の、うん、うん、なんか、情報と、
リンクするところもあるかもしれないのでね、こういう業界どうですか、うん、みたいな。うん。うん。そうですね。いただけるとね、ガーバーの言葉とか思い出すこともあると思うんですよね。はい。うん。確かに。うん。まあそういうのがあった。これでちなみに録画もね、残るんで、そこのコメントに入れてもらって。そうですね。録画で見て、うん、はい、いただいた方からの、はい、コメントもどしどしお待ちしております。はい。はい。うん。それでは、ちょうど、うん、そうですね。切りました。はい。じゃあ今日は復習しておくと、はい、会議の時のリーダーの振る舞いと、そう。あと、うん、まあ仕組み化して、7万円から300億円になった会社をご紹介しましたと。はい。はい、ですね。じゃあ次回は、火曜だっけ火曜次回火曜でしょ、ね、あ、火曜ですね。はい。え月曜ですね。あ、違う、次は、うん。火曜ですね。そうですね。はい。はい。4時半ぐらいで。はい。また、4時半。はい。ゴロ。はい。はい。はい。では本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。